あ、とっても可愛らしいナンバーでした。どんな思いを込めて滑りましたか？自分もお客さんにもすごく楽しんでもらえたらいいなと思って滑りました。感触はいかがでしたか？やっぱり新たなスタートが始まる気持ちでいっぱいなので、明るく楽しく常に笑顔を忘れずに、あとこのスケート人生を過ごしたいなというのが今の自分の気持ちなので、その気持ちがこのプログラムで表現できてたらいいなと思います。次のシーズンはどんなシーズンにしていきたいですか？新しい自分っていうものを来シーズン皆さんにお見せできればいいなと思うので、それまで一生懸命頑張っていきたいなと思っています。